今年1月の大阪国際女子マラソンで日本記録を更新し、パリオリンピックへの切符を手にした前田穂南選手。その後は休養し、本格的に練習を始めたのは4月。パリのコースに適した新しいシューズを試しながら、徐々に走るための体づくりを行っていて、先月の仙台国際ハーフマラソンで優勝するなど、これまでの調整は順調に進んでいるということです。まあ、コースは起伏がすごいコースで過酷なレースにはなると思うので、しっかり足作りをして準備して、いい状態でスタートラインに立てたらなと思います。前田選手は今月中旬からアメリカで心肺機能を強化する高地トレーニングに励み、そのままパリへと向かう予定です。